Good morning, Night City! 昨日の死亡者数クイズの結果は手堅く30人。そのうち10人はギャング抗争の続くヘイウッドからだ。警官も一人死んじまったから取り締まりが厳しくなるぞ。 NCPD は身内殺しを絶対に許さないからな。サントドミンゴはまたもや停電。今回もネットランナーどもが送電網に悪さをしたらしい。ウエストブルックではトラウマチームが今もサイバーサイコ事件の犠牲者を掃除中だ。パシフィカはっていうと、まあ相変わらずいつものパシフィカだな。以上、ナイトシティといえばこの俺、スタンガーをお届けしたぜ。それじゃあまた会おう、この夢の街で。グッモーニングナイトシティ、マリモテクニカマリモです。サイバーパンク2077やっていきたいと思います。ああいうオープニングなんでね、ちょっとそれが言いたかっただけです。あ、この通りですね。このサイバーパンク2077というゲームはですね、もう2020年ぐらいに発売したゲームで、私としてはクリア済みなんですよ。クリア済みなんですが、2023年の9月かなに、ファントムリバティ偽りの自由というダウンロードコンテンツがリリースされまして、まあこれをやりたかったんで、続きからやろうかなと思ったんですけど、結構あのオープニング見ても分かる通り世界観結構強いんですね。なので最初からやらせていただこうかなと。あ、もうカリスミの G までスキップっていうのもある。まあでも最初からやるって言っちゃったから。最初からやりますよ。難易度一応クリア済みだからな、ノーマルにしておこうかな。もう死にまくれだったらいいします。で、まあ、このゲームちょっと落とさげようかな。よ、このゲームですね、もともとサイバーパンクっていうテーブルトーク RPG が元ネタにあって、まあその街の中で生きる話なんですけど、まあ、行く話はゆくゆくしてるのがいいかなと思ってて、まあ、3種類の出身から主人公を選べるっていう話なんですね。1個がノーマット。バッドランズを放浪し、スクラップを漁り、燃料貯蔵庫を襲撃する。路上での暮らしは決して楽なものではない。しかしノーマットのクランで育った者には特別な力がある。誠実さ、高潔さ、そして自由を愛する心。ナイトシティの人々の多くが持っていない金では買えない素質だ。まあ要するにこのナイトシティっていう街が舞台なんですけど、この街の外側は、あの今映像のように荒野が広がっていて、そこを車で放浪する人たちですね、ノーマットっていう生き方は。でクランっていうのはその一つのチームですね。そのクラン単位で行動している人たちのことをノーマットって呼ぶっていう感じですね。でもう一個はストリートキット。ストリートを知りたければストリートで暮らすしかないと人は言う。ギャングやフィクサー、ドールにケチな売人たち、彼らは君の育て親だ。弱肉強食の原理の下で弱者は強者に従う。君が唯一破っていないナイトシティの掟だ。まあ、このナイトシティっていう街はかなり貧富の格差が強く、ストリートで生きるっていうのはすなわちそういうことですね。もうなんだろうな、はっきり言ってこの街では底辺の人たちなんだけど、ここに出てくるギャングっていうのは要するにもうそれぞれの街はいろんなギャングが支配していて、で そいつらがあとフィクサーっていうのはそのストリートで生きる人たちに、まあ、何でも屋的な仕事をさせて、まあ、日銭を稼がせてる人たちですね。でドールっていうのは平たく言うと、まあ、風俗嬢ですね。いわゆるその体を売ることで生計を立てている人たちで、まあ、ケチな売人たちっていうのは分かると思いますけど。で、まあ、そういう住人たちがの元で育ったと。で、まあ、とにかくフィクサーとかギャングっていうやつらが偉いから、そいつらのルールに従うっていうのがこのストリートの生き方ですね。でもう一個はコーポレート。生きて企業の世界を離れられるものは少ない。魂を失わずに離れられるものはさらに少ない。君はそのような場所にいる。ルールをねじ曲げ、秘密を利用し、情報を武器に戦ってきた。そこに正々堂々なんて概念は存在しない。あるのは勝者と敗者だけだ。まあ要するにさっきのストリートで言ったように貧富の格差の負の方ですね。
もうとにかく金は持ってるんだけど、とにかく汚いんですよ。今出てきたアラサカって企業が見えてたんですけど、まあそういう連中の中の、こう、なんだろう、上司の尻拭いとかさせられてるとこから始まるという話ですね。で、まあ、いろいろあると。っていうのがコーポレート。で、私はなんでこんなコーポレートに詳しいかというと、コーポレートで最初やったんですよ。今回はノーマットでいこうかなと思います。ノーマット選択。あ、でですね、あ、大丈夫かな。必要に応じてモザイク出ますね。プレステ版だとないんですよ、そういうのは。必要に応じてモザイク出るんで、ね、はい。まあ、でもあれだな、モザイクいらないな。ほら、スターフィールド40分ぐらいかかったから、もうここスキップです、スキップ。は、キャラメイクは終わったんですけど、ここ最初のね、能力値を決めるとこなんですけど、なんで君トップレスなの？こっち向けないんですよね。うっかりなんかこういう次のページ行って、こっち向いた日には、モザイクですよ、全モザ。まあいいや。このゲーム、能力値が全部で5つあって、肉体、知力、反応、技術、意志ってやつですね。で、肉体っていうのは、文字通り、体の強さとか、あと、なんだろう、重たい武器使うのに有効なやつですね。で、知力っていうのは、要するに、このゲームは、そのサイバーパンクっていうので、こう、なんだろうな、こう、ハッキングとかっていう能力もいろいろあるんですけど、これ、それに関連する能力ですね。で、次が反応。反応は、なんだろうな、ちょっと、かっこいい武器すごい抽象的な表現だけど、アサルト、サブマシ、刀、そういう武器に関するやつですね。で、技術っていうのは、なんだろうな、そのクラフト要素があって、武器を作ったりする時とかに使うようなやつですね。で、あと意志っていうのは、ライフルとかハンドガンとか、まあ私の好きな、ステルスに関するやつですね。なので、私としては、知力と意志ですね。だから、7あるから、知力3、意志3、技術1。もう完全にスターフィールドと同じような感じだ。はい、次、こっち向くだよ。あ、OK、OK、こっち向くね。OK。来ました。決定。オッケー。最後まで顔見えず。ああ、ビーズ続行だった。すげえ待ってた。コーヒー飲んでた。あ、来た。やっと見た目が見えた。こんな感じです。どうでしょう。見れる？寄れる？寄れる？なんかね。やっぱこうキャラクリ画面とゲーム内絶対違うんだよな。まあいいや。またこのゲーム変えられるから。ワッペンを外す。そんな剥がれるタイプのワッペンなのね。バッカプリングモジュールだな。来た時は大したことないって言ってたのに、すぐ治るって。サイバーパンク2077へようこそ。ナイトシティが初めての場合はチュートリアルを通してゲームの基本的な仕組みを学ぶことをお勧めする。経験豊富な一ランナーならヒントを消してプレイするのもいいだろう。ゲーム中はいつでもデータベースからチュートリアルやサイバーパンク2077の必要な情報を参照できる。まあとは言っても結構プレイするの自体は久々なんで、ちょっとこのままチュートリアルオンでいきますね。どうも。まあ、今は要するにどういう状況かっていうと、まあ、クランっていうのに所属してるノーマットっていうのは、で、私はちょっといろいろあってこのクランを辞めたんですよ。だから今度はさっきこれを捨てたんですよね、ワッペンをクランので。それで町の人に整備を頼んだんだけどうまくいってねっていう状況ですね。自分で調べるからどいて。どいて。おい、どうだ、ギブアップするか。ああ、うーん、
やるぜ。カップリングをバイパスして配線を直結させる。それじゃコンプレッサーが止まらなくなるぞ。あんたの意見は聞いてない。あんたの意見は聞いてない。スターフィールドの癖でプレイヤーキャラクターが喋らない気が出たけど、このゲームはあの主人公 B って言いますけど、 V 一文字を書いて B 喋るんで、あんま私は喋んないかもしれない。こんな感じですね今。じゃあ行きまーす。さて、一か八かね。エンジンをかける。だから言っただろう。まだまだだ。諦めろって。諦めんなお前。うまくやったな。問題はいつまで持つかだ。ナイトシティまで行ければいい。着いたらまた考える。そうかい。ジャッキー・ウェルズという人を探してる。ジャッキー・ウェルズってやつを探してるんだけど、何か知ってたり。やめない、やっぱ読んじゃうな。こう。オンボロだからな。アンテナもちゃっち、大して拾えないと思うが。あ、そう。あ、誰か来た。マイク、客がいるとは珍しいな。1、2時間ほど経つから。てっきり挨拶したもんかと。まあ気にしなくていい、後で話そう。何を。普通町に来たらまずは保安官に挨拶。一般常識だろう。コーヒーでも飲みながら何しに来たのかを話すもんだ。悪かった。悪かったね。ここに寄るつもりはなかったの。故障したから仕方なくて。仕方なくね、よく聞く言葉だな。俺はアンドリュー・ジョーンズだ。知ってるだろう。いや、知らない。前の戦争じゃ特殊部隊にいた。シルバー将軍に聞き覚えは。いや、全くない。ふん、愛想のないやつだ。キャプテン・カルエンテの世界的に有名なタコスか。なんとノーマッドの車か。案の定だな。文句があるなら聞こうじゃない。では言わせてもらおう。俺はノーマッドってやつらが死ぬほど嫌いなんだ。お前のクランはどこにいる。クランもキャンプもない。私は一人よ。嘘だな。ノーマッドはいつも集団でいる。うちは解散した。だからナイトシティに行くの。はぐれ者の中のはぐれ者か。そしてここもお前の居場所ではない。来る途中で電波塔を見た。アンテナがダメになったから無線を使わせてほしい。俺はお前に消えてほしい。しのぶの言わずにな。これ以上心をうろつかれると目障りなんだよ。権力を振りかざすのは気持ちいい？なんだと？何か言いたいことがあるのか？別に、何でもない。うん、調子に乗るなよ。てな感じですね。車の運転久々だな。難しいんだよこのゲーム。あ、逆だしかも。今右上のマップの黄色い道の方に行かなきゃいけないんですよね。おー、いきなりのんびりしたゲームに見えちゃうなこれな。いきます。これ大事なのはあのコントローラーの人はあの全部押さないって。特に私プレステ5のコントローラー使ってるんで、ゆっくり押せばゆっくり動く。開ける、開け、ゴマ開かないか。蹴る。こういう時はこうよ。えらい、すみません。まあともこんな感じでね、なんかオープニングでナイトシティっていうこうめちゃくちゃギラギラのネオンの近未来都市みたいなのを見ましたけど、それはあっちです。あれあの中だけで、基本的にこの外側はなんかアメリカ西部なイメージなんで、こういう感じですね。あ、ここにはしごがあった。
外側もこう荒野が広がってるっていうようなイメージ。なんかその元ネタになった TRPG の方ではどこの都市っていうのは具体的に言われてないんですけど、写真はいいよ。多分ロスかその辺り、カリフォルニアの辺りな雰囲気はありますね。じゃあやっていこう。壊れてる。無線局がつなぐ。もしもし。もしもし。もしもし。ああ、やっとつながった。ウィリー・マッコイ、声が聞けてよかった。俺もだと言いたいところだが。何か問題でも。何か問題でも。クランを離れたんだろ。もう手は貸せない。さては、臆病風に吹かれた？そうじゃない、掟の問題だ。掟があってこそ世界はうまく回る。ここはノーマッドの島だ。バッカーを抜けたお前はもうよそ者さ。だから手を貸せない。お前も他の仲間とスネーク族に加わってりゃよかったんだ。スネーク族なんかクソくらいよ。最後にもう一度だけ、あんだけダメって言われたのに。はい、これで何度目だ。運び屋の仕事を受けたんだけど、依頼主の場所がわからないの。待ち合わせの時間と場所はちゃんと守ったんだろうな。車が壊れたん？カップリングのせいで車がダメになってここまで来れたのも奇跡。とにかく依頼主が伝言を残してるか調べてほしいの。わかった。これが本当に最後だぞ。そいつの名前はジャッキー・ウェルズ。あったぞ。農場で待ってるとさ、位置情報を送る。ありがとう。オンに切るよ。ああ、じゃあ達者でな、B。二度と連絡するなよ。とまあこんな感じで、まあさっきの保安官の話ともわあ比べると、まあクランは解散した、バッカーズというクランは解散したんだけども、別のチームに加わる、スネーク族というところに加わる予定だったのに、 B はそれを断ってない年に行くことにしたっていう雰囲気ですよね。よし、車降りる。どうもジャッキーさん。農家に転職する必要はなくなったようだな。お前が例のやつか。そうよ。その通りよ。あんたは？ジャッキー・ウェルズだ。 B よ。で、運ぶのはその荷物？俺の地元じゃよ。仕事の前に少し自分の話をするんだ。習慣っつうかマナーみたいなもんだな。ああ。じゃああんたからどうぞ。生まれも育ちもナイトシティ、ヘイウッドの出だ。ナイトシティには行ったことないからよくわからない。わかんない。そうだな、全員が兄弟でもあり姉妹でもありいとこでもある、そんな場所だ。わかるような気がする。いがみ合うことがあっても家族には変わらない。その通り。ああ、あと全員が銃を持ってるな。怖すぎ。お前は？私も似たような場所の出身よ。お前とはうまくやっていけそうだな。ブーツだ。中身は？中身は何？あ、言わなくていいんだ。知らないに越したことはない。俺も知らないし、それでいい。何を無視しようとしてるのか分かってないの？これは企業の盗品よ。盗品ね。誰かがなくし誰かが拾い、回り回って今ここにあるだけだ。バタフライ効果とかいうやつだな。これを探してるやつはいないの？探してたって関係ねえ。見つかる前に宗教を超えればいいだけだ。だろ？了解。じゃあ車に積みましょう。了解だ。正直もう来ないのかと思ってたぞ。問題が起きたの。あんたを探すのにも苦労したし。なるべく目立たないようにしてたんだ。
保安官は面倒くさそうな野郎だったしな。面倒くさそうだったね。トランクを開けてあげる。バカ。重てえな。じゃあ出発するか。あ、聞こえちゃった。この今走ってますけど、荷物の目録は持ってるの？当たり前だ。フィクサーから詳細を聞いてないのか？ああ、確認しただけよ。おいおい、俺たちはお互いプロだろ、アミーゴ。R トリガー全然押してないですからね。R トリガーでアクセルだけど、半分押してるか押してないかくらい。こういう仕事には慣れてんのか？何？緊張してるの？俺が？まさか。いや、実は少しかわいいなジャッキーなんだあの辺、なんだあの辺、どうしたの、どうしてここおかしになってるのわからないことだらけ。おい、宗教はこの先だぞ。どうすんだ、どうすんだ。何も、スキャンさせて書類を調べさせる。全部私に任せて。任せて、任せなさいよ。ストップ。どうなんだこれ。前に車いるけどまだ。待ってればいいな。車両を検査エリアまで進めてください。すごい。進めまーす。あ、そうそう。車両から出ないでください。まもなくセキュリティチェックを始めます。ウェルカムトゥナイトシティ。なんか嫌な予感がするぜ。するぜ。目録貸して。目録を貸して、確認したい。ほらよ。よし。ちゃんと LOA になってる。どういう意味だ？到着時紛失。宗教を超えると同時に紛失扱いになるってこと。それじゃあ。密輸だってバレるんじゃねえのか。すぐにわかる。到着時検査エリアにいる車両の持ち主はさらに取り調べをするので来るように。チンガーだマドレイ、どうすんだ。大丈夫、心配しないで。職員に賄賂を渡して目をつむってもらうのよ。クレジットチップは持ってるんでしょ。ああ、そうだったすっかり忘れてた。これがお金ですね。この大体何でもこうチップにしまうんですよ、この世界。そんなことだろうと思った。基本的に電子マネーなんですよ、この世界に。現金って概念あんまなくて、まあ、あるにはあるんだけど。万が一のためにエンジンはかけたままにしとく。そして。了解よ。え、検問所に入る。持ってる武器はここに出せ。武器あるよ。そんな舐めるように見なくて。2号室だ、入れ。2号室、ここですか。失礼します、よろしくお願いします。金入れでしょうかね。そこに座れ。どうしたこれ。座る。え、閉めたに開けられなかった。書類を。何か問題でも。何か問題でも。さあな、時期にわかる。うん。閉めた、閉めてやる。荷物の中身は何だ。書いてあるでしょ。書いてあるでしょ。タバコ吸うんじゃねえよ。これで全てか。ああ、そういえばなかった気がするな。一つだけ。目録に加えるものがある。あら、ほう。で、どこのクランのものなんだ。クランは関係ない。クランは関係ない、個人でやってるの。そりゃ立派だな。愚かでもあるが。
お前のような奴が来るたびにこちら側の人間でよかったと心から思うよ。私もそうよ。行っていいぞ。同伴者は車内で待ってる。はいよ。所持品を持っていけよ。あ、ってこと？所持品？あ、銃か。返して。あまり危ない真似はするなよ。ナイトシティへようこそ。ナイトシティを楽園か何かと勘違いしてるんじゃないのか？仕方ないだろう。ガキが多いんだから。ガキ多いんですよ。ジャッキー。どうなったんだ？ジャッキー、そっち乗るの？いいから早くここを離れましょう。ああ、わかった。ジャッキー、そっち乗るの？わしの車やで、これ。そういうこと？これ、あの、銃も返されたし、そういうことじゃないの？嫌な予感しかしないんだけど。で、中で何があったんだ？嫌な予感がする。嫌な予感がする。とだけ言っておく。だって、銃渡されて私助手席だよ。引っかかることでもあったのか？少しね。随分と意味深じゃねえか。とにかく運転に集中して。誰かがこっちに来るぞ。やばいんじゃねえか。これ見たことか。不審者よ、今すぐ飛ばせ。飛ばして、ジャッキー。任せろ。飛ばせ、ジャッキー。お前たちが運んでいるものは企業の所有物である。繰り返す、車を止めろ。くそ。やっぱほら当たんないよ、こんな距離じゃ。やった、好きな人。あ、なんだ、よく避けたね。追いつかれちまうぞ、追いつかれちまうぞ。痛い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 。うわぁ、爆発した。さあ、丸上げにはいかねえ。すっげえ連中だな。連中だ。あ、構えられた。構えるボタン間違えてた。ずっとスターフィールドでやってた構えボタン押した。おいビー、おいビー、捕まれー、突っ込むぞー。危なかった。振り切ったか。やったか。さあ、生きた心地がしなかったぜ。とにかく先を急ぎましょう。誰もいないようだな。ここで止めよう。先に進む前にやることがある。やること？よくこんなガレージ入ってたね。キキー、シガードマドレー、腐ったれが。わしの車やぞ。捕まるところだったじゃねえか。これのどこが密輸だ、チンガード。くそ、すべてスムーズに行くはずだったのによ。落ち着いて、落ち着いて。こういうこともある。なんだそりゃ、フォローになってねえぞ。私たちが荷物を持ってるって税関が企業に垂れ込んだのよ。クソ野郎どもが賄賂を受け取った上で俺たちを売りやがったのか。信じられねえ。賭けに出たのよ。私たちにクランがついてないと見破られたのね。納得いかねえ。ねえ、どうすんだ。宗教は超えたでしょ。約束の報酬をもらい次第解散よ。実を言うとよ、今金欠でな。は？すぐには払えない。どうだ？企業のおもちゃを届けてこの山を片付けりゃお前に渡す分ができる。私が黙って待つと思ったわけ？そうだそうだ。いや、本当は一切払わずに宗教を超えたらとんずらするつもりだったんだよ。お前を気に入った。正直なのはいい。ああ、正直なのはいいことね。正直なのはいいことね。おうよ。次は？さて、どうしようか。中身を拝んでみようぜ。ちょっと開けてくれ。わかった。嘘でしょ。あらさかって書いてある。まさか相手がこんな大物だとは。その分手に入る金もでかいはずだ。はっ、おお、本物のイグアナだ。確か
レッサーアンティルとかいうやつじゃねえか。売ろう。売れば金になると思う？ああ、二人で一儲けしてやろう。二人？相棒だろ。金は山分けだ。それなりのフィクサーならこいつを欲しがるやつを見つけてくれる。本当は買いたいけどな。生きてんのこれ。ペットが欲しくてよ。マニーって名前まで考えてたのに。ところでナイトシティで何するかはもう決めてんのか？特に決めてない。ここ数年はノーマットのファミリーと州を行き来して過ごしてたけど。どこかで帰りを待っててくれてんのか？いえ、別の道を歩むことにしたの。帰る先がないってのはつれえよな。まあ心配すんな。俺が住む場所を探すのを手伝ってやるからよ。頼れる仲間、家族は誰にも必要だ。お前もナイトシティでそういうやつが見つかるといいな。ありがとう。助かる。気にすんな。これも何かの縁だ。それにお前とは気が合いそうだしな、相棒。ちょっと。かわいいよしじゃねえか。行きましょう。じゃあこのトカゲを連れて出発しましょう、相棒。ハロー、ハローナイトシー。毎度おなじみスタンダー。さあ今日も夢の街で新たな一日が始まるぜ。俺はこの街が大好きだ。どれくらい好きかっていうと、たまに孤児院に顔を出してはタバコをせがんでくる母親と同じくらいにな。今日もまた何百人と新参者がここにやってくる。だが一年持つのはせいぜい半分だ。それも当たりの年ならな。連中は何をしにナイトシティに来るのかって。そりゃ次なるモーガン・ブラックハンドやウェイランド・ボアボアみたいなレジェンドになるためにさ。俺リスクがでかけらでかいほどリターンもでかいって言うしな。メジャーリーガーの選手生命は短い。炎ってのは勢いがいいほど燃え尽きるのも早いもんだ。その前に鉛で大きな可能性だってある。この町の伝説が集まる場所を知ってるか？墓地だよ。伝説になるには出身も身分も関係ない。お前が本物ならチャンスはあるさ。ナイトシティはそう、夢の街だからな。ターゲットの女はこの建物のどこかにいる。誘拐した連中と出くわすかもしれねえ。中に入ったら警戒を怠るなよ。おっと、その前にミリテクの訓練用チップを手に入れたんだ。ほら、プロフェッショナルだって本番前にはリハーサルをするもんだろ。仮想訓練ってやつだ。やってみるか。と、一旦ここまでで最初のプロローグが終わったので、ちょっと一旦ここまでにしようと思います。まあ話の展開からすると、あのジャッキーとはどの三択を選んでも出会う運命だったんですね。ジャッキー・ウェルズ。でまあそれでジャッキーと仕事を始めるってとこから仕事の話が始まりますと。でまあ一旦今回のパート1としてはここまでにしまして、次回パート2ですね、やっていきたいと、この話の続きからやっていきたいと思います。それまでに一旦今伝えたのチュートリアル、戦闘チュートリアルなんで、ちょっとチュートリアルやっておきます。はい、というわけでここまで見ていただきありがとうございました。次回お楽しみに。ありがとうございました。